こんにちは、 GCN ジャパンのクリエイター松村です。今回は少々マニアックな動画になってしまうかもしれませんが、ロードバイクに乗っている方は大体マニアの毛があると思うので大丈夫でしょう。軽量エアロなフルカーボンフレームに油圧リスク、電動変速、カーボンホイール。現代の最先端のバイクには数多くの技術が投入されていますが、それらが生まれるまでに数多くの企業の苦労の歴史がありました。しかし開発の失敗、安全性、実用性、あと UCI のさじ加減によって消えてしまった機材も数多く存在しています。今回はそんな歴史の闇に消えてしまった機材、一時期大活躍した機材、惜しかった機材というのをご紹介してまいります。マビック、メクトロニック。シマノが有線式の電動変速 DI2 を2009年に発表し、スラムが無線変速の E-TAP を2015年に発表しましたが、時を遡れば時代を先取りすぎた挑戦者がいました。ホイールで有名な老舗マビックです。マビックは1992年にザップという有線式の電動変速を開発し、1999年にはメクトロニックという無線式の電動変速を開発しました。レバーの先端のボタンやヘッドユニット近くのボタンで変速するのですが、電動はリアのみで、フロントは機械式のままでした。木製リムの時代にジェラルミン製のリムを作り、手組みホイールの時代に缶組みのホイールを作って今の地位を確立したマビックですので、何ら土地狂ったことはなくて、30年前から電動変速を開発するという行動はむしろマビックらしい行動だと言えます。無線変速をすることはできましたが、シフトの遅延や電波の混線といった致命的な欠陥により使い物にならず短命に終わってしまいました。もしここでもっと開発を煮詰めて使えるものを出していたら、今頃コンポーネントブランドの勢力図は変わっていたかもしれませんし、スラムだったら今頃脳波で変速できるようになっていたかもしれません。ところでセラミックスピードの開発したあの面白い形の変速機は一体今どうなっているのでしょうか。気になりますね。レコンジェット。サイクリング中にアイウェアにスピード、ケーデンス、ワットとかマップとかが見えたらとてもテンションが上がりますよね。まあこれは原因がドラゴンボールのスカウターで憧れている人だと思うんですけど、そんな夢のようなアイテムが存在はしていました。そういったアイテムをインテルの巨額の出資を受けてレコンインストゥルメンツが開発しましたが、視界の邪魔だし重いし GPS の精度が悪いということで、我々が夢に見ていたようなものはできませんでした。これは多くを求めすぎたように思います。いちいち下を見ずにデータをチェックすることはとても便利なんですけど、あまりにも機能を詰め込みすぎたかなと思います。まずはもう少しシンプルなもので、例えばタイムトライアルのヘルメットの内部にそういった LED みたいなのを仕込んで、バイザーの部分に色を照射する。例えばタイムトライアルの中で目標にしていたワットより低いと赤、高いとグリーン、目標タイムより速いとグリーン、遅いと赤みたいな、もっと単純な機能にしてあげれば実用的なものができたんじゃないかなと思います。これは惜しかっただけに、また似たようなものが、もっといいものが開発されたらいいなと思います。マグネシウム合金フレーム。少し前にピナレロのドグマ F を紹介しましたが、ドグマは遡れば2002年にデビューしています。その当時のフレームはカーボン製ではなくマグネシウム合金でした。その時代はスチールからカーボンへ移行する狭間の時代で、アルミ、チタン、カーボン、マグネシウム合金と様々な素材の可能性を試していました。マグネシウム合金はアルミも添加していたのですが、通常のアルミ合金より軽く振動吸収性が良く、その点においては理想的な素材で、2006年のツールドフランスではマイオジョールを獲得しました。しかし腐食耐性の問題やカーボンフレームの設計の自由さには及ばず、2009年にカーボンフレームのドグマ 16.1 が発表され、マグネシウム合金はレースバイクから姿を消しました。チームスカイのスキンスーツ。まずこのアイテムを紹介する前に、知ってる人は知ってるけど知らない人は知らない UCI というものをご紹介します。 UCI とは国際自転車連盟のことで、レースの管理をしている団体で、細かいことは土井ちゃんに詳しく語ってもらうので、とりあえず今回はざっくりご紹介します。 UCI はツールドフランスとかそういったプロのレースで使って良い機材の規則を定めたり、 UCI が思う危険な乗り方をしていなかったり、長い靴下を履かせたりしないようにする団体です。ちなみに靴下の長さは膝からくるぶしの間の中間地点までの長さになっていますので、もし UCI のレースに出ることがあれば守ってください。さて本題に入りますが、2017年にチームスカイがタイムトライアルで使用していたカステリ製のスキンスーツの腕の部分には、空力性能を向上するために
イボイボがついていました。しかし UCI の規定にはジャージの表面に余計なものをつけてはいけないというルールがあり、ツール・ド・フランスの第一ステージのタイムトライアル終了後に他のチームから批判が寄せられました。その場での審判の判定は問題なし、セーフでした。その後2019年度の UCI のルールから改定され、表面に凹凸を作る場合は1ミリメートル以内までとなりました。今ではそのルールを回避するためにトンチ合戦が繰り広げられ、ジャージではなくインナーの部分にイボイボをつけて回避したり、ビブショーツのグリップの部分が身につけると疑似的なイボイボ、身につけた時にグリップの部分がポッとなってイボイボになるといったような、この厳しいルールの中で各社より良いエアロなジャージを作るために頑張っております。スピナジー、このかっこいいホイールを見て懐かしいと思う人もいるかもしれませんね。キャノンデールの元エンジニアが創業したスピナジーのレブ X です。僕の小さい頃、トライアスリートの父親がこれを使っていたのを覚えています。左右で8枚のブレードで構成されたエアロなホイールはマリオ・チポリーニというスーパースターが使っていて人気だったそうですが、その頃まだ僕はプラレールとウルトラマンに集中していたので、その当時の熱狂は知りません。その当時のことを知っている人がいたらコメントで教えてください。そんなホイールでしたが、 UCI の規定により危なすぎるということで使用できなくなってしまいました。ディスクブレーキのローターでさえ危ないのに、今見てみればこれは8枚の刃が高速で回転するどちらかというと武器の類だと思います。この中に指をポッと突っ込むだけで簡単にけじめをつけてしまえるのではないでしょうか。そんなスピナジーですが、現在も存在していて、普通のホイールはもちろん、ザイロンという繊維をスポークに使った独創的なホイールも出しています。それはもちろん UCI の承認 OK です。スコット、ドロップインハンドルバー。1989年のツールドフランスで大逆転勝利をしたグレッグレモンが使っていた DH バー。しかしそれも UCI の規定によって、普通のロードレースで使うのは危ないねということでダメになってしまいました。その翌年、グレッグレモンが使ったのがこのドロップインハンドルバーです。ドロップハンドルのドロップから内側にさらにニョキッとインしています。このニョキッとしているこのインの部分を掴むと、より体をコンパクトにエアロな姿勢を取ることができました。スーパータックポジションや、これが禁止になった今、このハンドルバーを元にカーボン製でいい感じに UCI のルールを回避できたものがあったら、逃げ屋に人気が出るのではないでしょうか。以上、時代の流れに埋もれてしまったチャレンジャーたちの紹介でした。彼らの苦労や失敗があって、現代のバイクやウェアやアイテムの存在があるということを思い出してあげてください。そして今回紹介したアイテムをヤフオクや eBay で今検索しようとしている方、その先は沼なので、一回深呼吸をして落ち着いてください。大丈夫ですか？はい、現在今回の動画の第2弾として日本製の面白かったアイテムの情報を収集していますので、次回作もご期待ください。今回の動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。